キー・エヌ・ジー・アンド・ピンス、キンプル。笑顔で、感想レギュラー放送最終回20日に2時間 SP。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。人気グループ、キー・エヌ・ジー・アンド・ピンスの日本テレビ系の冠無番組、キー・エヌ・ジー・アンド・ピンスキンプル。 土曜、のち130のレギュラー放送が13日最終回を迎えた。昨年1月にスタートした同番組は22日に平野市を26、神宮寺勇太、25、岸優太、27が脱退することに伴い放送を終了。全66回の場面を笑顔で振り返った。5人は白いスーツ姿で登場。 最後にそれぞれ挨拶し、長瀬恋24は個性が出ててめちゃめちゃおもろいですね。僕ら5人って、とコメント。平野はキンプル。でメンバー間の中が前よりも良くなったんじゃないのかなっていうのもあって感謝しかないと話した。20日に午後7時56分から2時間スペシャルを放送し、優秀の美を飾る。 一泊二日の五人旅などの企画が予定されており予告では騎士が一生忘れない思い出と語る場面が紹介された。平野神宮寺は22日にジャニーズ事務所も退所騎士は今週に退所する。23日からグループは長瀬、高橋海二24の二人で継続する。 平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。